はい、アンリョ。昨日に引き続き、ギャンを遅刻しそうな倒した JK。昨日よりも過酷な通学路になってたぜ。わざとぶつかりに行ってるな。一見シュッとしたスポーツマンに見えるけど、まあどうせあいつよね。だな、妨害されたらおしまい。あの子なかなか良い方してるねー。お前はプロ野球のスカウトか。そして華麗にかわすトースト JK。コントロールに難ありですね。次はなんだ？しまった。ひび割れのとこ行かないとダメね。さあ女子よ、壁ドンにキュンキュンしたまえ。これでキュンキュンしたらもはや病気だよ。イケメンがやってこその壁ドン。ドンはドンにしような。ねえねえマリサマリサ。なになにとよ姫。壁ドンが横に行ったの気のせい？大丈夫、私にも言えてたよ。これはおっさんピンではないか。なんかニョキッと出てきた。1ニョッキ、2ニョッキ、とよ姫、やらなくていいからな。了解した。ボーリングゾーン抜けましたー。続きましてフィンガードン、フィンガードンでございます。これもおっさんなの？なんかめちゃめちゃキモいぞ。はい、強制格闘。後ろ指刺されるとは、まさにこのこと。ただサイドからキモい指が襲ってきてるだけな。怪獣ゾーン突入です。何この初めて見る生物は。もうほっとこう。さあ、今日は遅刻せずつけるか。どこも行かないとは。なんだそのクソ使えない道具。確かにどこにも行ってないわね。今一瞬指おっさんが見えたと思った方、気のせいですよ。今度はお空からやってきたよ。ナイス反応トースト JK。想像してごらん、おっさんの大群が飛んでいる空を。視聴者様に変な想像させんな。あ、やべえ捕まった。ド変態発見。しかし高橋だと。一気に爽やか。結局顔よね。霊夢現実的。まあ好きなタイプで、顔は気にしないとかほざいてるやつよりかは幾分マシ。あれ絶対嘘だよな。知り合って顔はあんまタイプじゃなかったけど、性格が良くて好きになるとかならわかるが。まあ最初から気にしないとかいうのはまず嘘よね。本能的に好きか嫌いか見分けちゃうんだから。そして、イケメン参上。第一印象で、本能が好きと申しております。やっぱりお前かなんか気分悪くなってきためちゃめちゃ鼻毛出てたぜ、おいこら、どこが少年なんだよ。では少年の激走をご覧あれ。あ、これは操作してないぜ。皆様、こんなおっさんに追いかけられたらどうしますか？丸一ライン交換する。丸二、とりあえず友達からお付き合い。丸三一回一緒に食事してみる。はい、丸四、全力で逃げる。どこのどいつが丸一から丸三選ぶんだよ。丸二でお願いします。ここにいた？とりあえずパン離せよ。はい。めでたしめでたし。どこもめでたくねえ。ちょっとコレクション拝見。妨害されないとコレクション乗らないのね。全部同じ顔。カオスだよ。隠れてるの見たい人は、自分でプレイしてみてね。じゃあ最後は美しい映像でお別れです。どこかだよ。